だな。ちょっと今まで見てきた教会と雰囲気が違いますね。レンガ造りだし、塔が丸い屋根だし、日本の瓦とレンガとね。でもちゃんと十字架が、瓦のところにも十字架がついて、素敵な造りだな。これは田平教会はレンガの目詰めにコンクリートではなく甘皮、石灰と赤土を混ぜたものを用いています。それも自分たちで作った甘皮。細工が確かに細かい。どの角度からとっても素敵だ。いい味出してるよね、この古い感じが。でやっぱり本当細工がこう細かくて綺麗。ああいうのもレンガでの細工がすごく綺麗。460年前、信長の時代に一斉改宗でキリスト教になった集落で、ポルトガルはキリスト教を入れないとなかなか貿易しなかったんで、平戸の藩主はならずに、行き月とかこことか平戸の西海岸を治めていた家老が貿易のためにキリスト教になって、熱心だったんで自分の領地の住民を全員一斉にキリスト教にしてしまった。その集落の一つだったんですね。で、棚田自体はキリスト教が入ってくる以前からあって米作りもしていた。で、近距離時代になってくると、今度はその神社の裏にキリシタンがお祈りをしていたり、塩辛が祀られていて、それが今でもちゃんと残ってるんですね。で、ここの人たちはその山を信仰の対象としてたんですね。この丸尾山は谷のちょうど真ん中に小さな丸い丘があります。丘の上には春日の人たちが大切に守っている石の祠があります。古いキリシタンの墓も埋まっている歴史のある場所です。丸尾山キリシタン墓地。丸尾山に建てられた十字架は、平戸で弾圧が激しくなっていく1599年以降に取り壊され、またそれに伴いキリシタン墓地も放棄されたと考えられます。うわ、綺麗だね。棚田一個一個は小さい棚田だね。で、この棚田自体は450枚ぐらいあって、この集落の15、6世帯の丘の方でこう咲かしてます。で、ここ自体は明治になった時にカトリックにならずに、隠れキリシタンとして近況当時の信仰を続けたんで、教会がないんですね。生活の面でも山から恵みをいただいてるし、信仰もあったってことで世界遺産が一体なんですね。大映灯台に来ました。外階段の灯台ですね。大映花、あ、花っていうのはこっちでは酒っていう意味らしいよ。ここ大映花は生月島の北端に位置し、海と空が溶け合う雄大で素晴らしい景観が眺望できます。映えとは、海に突き出た岬状の岩礁を指す方言で、断崖の北側海岸に広がる岩礁が狂気の大映えです。
塩田原の断崖、どっから断崖が見えるの。通常設備がきれいに見えますね。この通常設備は、ね、南北に約500メートルの長さと海面から約20メートルの高さの規模を持ちますと。さ、通常設備は溶岩流が厚い部分に発達する場合が多く、玄武岩の柱はほぼ垂直で、さらに水平に亀裂が生じてくる。当時の姿や断面、5から7角形の蜂の巣状の俵を重ねた様はこれらを物語るもの。